イリーナビルでは、ウクライナの作家。オーストリア・ハンガリー帝政時代のチェルニウチー,ー生まれ。父親は、民間講師。作家のドミトロ・マコゴン。母親は、教師のアドルフィナ・ジャニシェフスカ。イエフゲンポ・ポロトヌクと結婚したが、夫は1943年に、ゲシュタポにより射殺された。長期療養の後死去し、リビウのリチャキフ墓地に埋葬された。イリーナビルでは、優しさ。 尊敬、知性の来産に支配された理想的な家庭で生まれ育った。1927年にスタニスラウの私立学校を卒業した。1932年にはリビウ大学を卒業した。物資不足のためすぐに離れることを余儀なくされたものの、コロミアで雑誌ゼノカドーリアの仕事を終え、1939年まで働いた。1930年代に、 西ウクライナのインテリゲンチャ、ショーブルジョは学生の生活に関する多数の短編と小説を発表した。最初の短編小説は1930年に若い、作家を描いたパビスト・ザテヤで、1935年には初めてイリナ・ビルでのペンネームで小説ミトリッキーなシュプルコックを出版した。第二次世界大戦の間、 そしてウクライナ社会主義ソビエト共和国による西ウクライナ再統一の後も彼女はブルジョア社会における家族のありふれたテーマを描き続けた。多くの短編、中編小説、長編小説を執筆した。彼女の作品には膨大な数の人物が登場し、聖職者、労働者、職人、尾崎みのり、小ブルジョアなどが立夜のすべてのパブリックレイヤーズから、 主人公が選ばれた。また、ポーランドの行政政策、経済、教育、文化といった、様々な集まり及び公的機関の活動に関する、情報が描かれていた。イヴァン・フランコ賞、タラス・シェウチェンコ賞を受賞し、名誉気象勲章も受賞した。ウクライナ作家連合の一員であった。ありがとうございます。